イオン社で今日の動画は7月の遠出購入品をやっていきたいと思います。まずはもうトライアルから、今回は今後ご紹介するやつを見に行ったけど、特になんかこれと思うものがなくて、次にドンキにも行ったんですけど、これというものもなく、で、またね、別なところにも行ったんですけど、特になかったので、今回はトライアルと、100円ショップで買ったものをね、ご紹介したいと思います。まずはね、歯ブラシ。普通の黄緑と、オレンジですね。これ1個29円なので、とりあえずストックでね2本買いました。これが1個目と、あと今回はほんと少ないんですけど、これとまあシャンプーですね。まあ月1のシャンプーなんですけど、アジエンスのシャンプーでしっとり保湿詰め替え用っていうやつで、よく私見てなかったんですけど、これ私みたいに広がってまとまりにくい硬い髪用のやつで、私結構髪質硬いんですよ。なので適当に取ったのが、この私みたいな髪の毛に合うやつで、髪質別ケアでほんのり色っぽいうるつや髪にっていうやつで、使ってるやつがザクロ、蜂蜜、真珠、アロエ、琥珀で、私先月の遠出購入品のコメントで、そんなに頭洗ってないのにいらないじゃんっていうコメントが来ていたのでお答えするんですけど、週 3? 前は特に、まあ別に仕事してるわけでもないし、まあね、ずる休みが結構多くて、まあ週3でも少ないよって言われると思うんですけど、髪って毎日洗っちゃうと、洗うだけでも痛むし、私は、まあ曜日としては、まあ日曜日に1回、で1日休んで火曜日、水木と行くので、この2日間が休み、金曜日夜洗ってのサイクルで、あんまり洗わなすぎるもいい悪いんですけど、洗いすぎるのも良くないので、私はそういうね、1日おき、2日おき ぐらいで最近洗っております、頭。なので私、まあ、あと、週2日とか、まあ、ずる休みしてる、私、ついつい、シャンプー、5プッシュするんですよ。5プッシュするので、こういうね、まあ普通タイプだと1ヶ月ぐらいとか1ヶ月ぐらいでなくなっちゃうので、だから私は1ヶ月に1回買ってるんですけど、あと長さもあるし、私量もあるので、ついつい5回はね、こうツン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 って5回しちゃうので、私短くなっても大体5回押しちゃうので、それでね、まあ、今回は10個目がアジエンスでした。次が、違う、これも違う、あ、パックですね。毎日潤い届けマスクのコラーゲン、まあ、ストックですね。まあね、ある時に買っとかないと、
私ここ最近パックを1週間に1回ずつやってて、まあね、これはね、まあいつだかの時にね、まあ送ってもらったやつなんですけど、私週1で、まあ公式インスタグラムをね見てくださってる方はその10日と29日のパックを載せてるんですけど、それ以外の週はこのね、今のところね送っていただいたねルルルンの限定のやつを使っております。本当にねありがとうございますなんですけど、これをね使ってるので、あ、こういうね小パックっていうか、小パックはうーんと10日とか29日用なので、こういうねいっぱい入ってるやつはこう週1パックとかが向いてるなと思ってて、これがなくなったらなんかどこだかのダイソーでこういうやつじゃないんですけど、こういうね5枚入り入ってるパックを見かけて、それもね使ってみたいなと思ってるね。とりあえずこのルルルンは週1パックでいくと来年の2月4月ぐらいに使い切るんですよ。こういう感じで私何でもね書いちゃうので、1月は金曜日とか2月は土曜日とか3月は火曜日みたいな感じで、とりあえずはねこの本日はあと1回使って8月に1回使えば終わるんですけど、こういう感じでね使わせていただいてるので、これはねあのいつだかご紹介したその今年のパックっていうやつは今年使うパックしか入れてないんですけども、別にそれ以外の時に使うパックはテレビの下のねボックス、パックボックスに入れてるので、そこの中に入れるんですけど、これが一つと、あとまあ仕事用というか、まあ仕事用なんですけど、私こういう T シャツずっと欲しかったんですよ。最初は他の YouTuber さんが多分ドンキかどっかで買ったやつを着てて、あ私も欲しいなと思ってて、なんかまあ、ドンキに時々ね、まあそういうなんか服コーナーで見るんですけど、なんか自分がなんか面白いなんかロゴみたいなやつがなくて、それで毎回見送ってきたんですけど、買いました。まあ仕事この時期どうしても暑いので中半袖なんですよ。その関係上で買ったやつなんですけど、このね何だったっけ、何 T シャツだ、面白 T っていうやつで、絆情熱女子とかまあいろいろあったんですけど、まあ本当は黒の方が良かったんですけど、まあ別にこれをお出かけ着として着るわけではないので、まあいっかなと思って買いました。まあ仕事用だし、この上にパーカー着るんですけど私は、なので、まあ、そのうちね仕事に着ていきたいと思います。これが一つと、まあトライアルといえばお得意58円綿棒のストックですね。私ストック女なので、あと3
つ、あと3つしかストックがないので、そのストックですね。私はこれ200本入ってるので、これと、まあ毎月、まあ分かってると思うんですけど、除菌ですね。これは59円で売ってるんですけど、私何でもこれで拭くんですよ。テーブルとか、私何でも基本手とか耳とかピアスとか、私何でも結構これで全部ね、除菌シートで拭くので、まあストックですね。まあこの部屋と車と別な部屋に1個ずつあるんですけど、それにはね、このマイメロさんとキティちゃんがあるんですけど、これは何かにつけようかと思ったのか、ストックで買ったのかわかんないんですけど、ダイソーとかで こういうのはダイソーとか、あとはキャンドゥ系とかにも売ってるので、いろいろキティちゃんとか、あとディズニー系もあんのかな、あとはミニオンだかなんかよくわかんないんですけど、まあ絵的に言うとこう、これはマイメロさんなんですけど、こういう感じにね、ほんとね、あっという間にね、私使っちゃうんですよ。何でもこれで拭いちゃうので、鏡もこれで拭くし、何でも拭きますね。あとはまあダイソー、まあ今日も多分ダイソーに行くんですけど、まあね、遠出した先で買ったので、まああとそれ以外にも、セリアで買ってて、それは次の動画でご紹介するんですけど、セリアはまずはね、このしっかり止まるシリコンカチューシャの黒滑り止め好きっていうやつで、私は基本家にいるとき、引きこもってるときっていうか、まあ家にいるときは このカチューシャを使ってるので、だんだん使っていくと、なんかなんていうか、ある日突然なんかこうとどまる力っていうか、とどまる力があれなのでなくなってきたなと思ってたら、なんかこうパキって折れちゃったので、私はねこれをね年に何個もね買ってるんですよ。毎日使うからエンドレス、365日毎日使ってるからエンドレスですね。今後もね、またね、なんか一番ダイソーがね、なんか頭とのフィットがなんか融合率っていうか、フィット感というか、なんと言えばいいかわかんないけどがね、一番ね、ダイソーさんが私的におすすめ。まあ、メイクしたりとか、まあ、YouTube をボサーっと見てるときとか、顔洗うとき、何でもね、家にいるときはね、お世話になってるので、これが一つと、まあ、サイズ的には、このね、この何とも言えないサイズが楽で、今はこのね、細いやつを使ってるんですけど、細いよりは、細いと髪の毛がね、前髪がだんだん伸びてきたので、ちょっとね、これだと2個必要なんですけど、これだとまあ大体はこれ1個で間に合うので、次はまあ仕事メイクでも言っていたリボンバナナクリップボーダーネイビーですね。なんか私が好きだったボーダーじゃなくて、バナナクリップが存在しないんですよね。なんか
やめちゃったのかな。でも私的にはあのクリップとの私クリップバナナクリップと私のこのねこの量多い髪にはちょうどねフィット感というかあのバナナクリップもいいバナナ100円ショップとかでもいいバナナクリップと悪いバナナクリップがあって、大体の人は別に悪くてもあのいいと思うんですけど、私みたいにねこう量が多い人にとっては悪いクリップだともうとどまる力が少ないので、すぐねあのなんか髪の毛がね落ちてきちゃうので、それがねそれが悪かったんですよ。でもその私がねいいなと思ったバナナクリップは、私みたいに量多い人でもこうガチャッとねあの挟んでくれるので、あのバナナクリップは最高でしたね。まあ、次はまあ前のね100円ショップの動画でも言ったと思うんですけど、ユーバグラムのセクシー&ヘルシーメイクアップのスリムスケッチアイブロウの BR3 番の自然なブラウンっていうやつで、あの私最初にまあ仕事メイクの時にも言ったと思うんですけど、ね、楕円これで、まあ、枠というか枠身みたいなの描くので、それ用のやつで買いました。1.5mm の極細芯でなりたい眉が描けるアイブロウペンシル、削らずに使える繰り返しタイプなので携帯も便利です。水や汗にも負けないウォータープルーフで夜まで眉尻をキープっていうやつ、いろいろ種類あって、まあアッシュ系もいいかなと思ったんですけど、まだアッシュにも染めてないのでアッシュ系、まあねこうなるよね、まあ、ダイソーにあってねこうなることある、もうビリビリっつうかカッターでねちょっと上げたいと思います。ほんとね物によってダイソーこうなるから嫌なんだよね。まあダイソーあるあるとか100均系あるあるだと思うんだけど、ほんと極細、あーこういう感じですか、良さげですね。ほんと使うの楽しみ。こうね眉毛かの型取りにはいい細さだと思うので、まあね、よかったらねまたねリピートしていきたいなと思ってます。消えてるのか、ちょっとねちょうどこういう風にして私は型取りっていうか、ちょっと私も眉毛の描き方を変えてみたんですけどどうですかね。でもどうしてもねなんか最近 YouTube でまつげパーマかけてみたいなと思うんですけど、また私ビューラー下手くそ。あれね、まあ婚活で使うから買ったアニマルボールペンウサギですね。これもね婚活で、インパクトが欲しいと思って、私面白いボールペン探すの好きなんですよ最近ダイソーとかで。あこれあの時と同じボールペンじゃね、あなんか青、私間違って買ったのか、なんか青っぽく見えんだけど
あ、青だった。こういうことあるよね。ブラックだと思ってた、普通にこういうボールペン。まさかの青ボールペンっていうね。まあ別にこれでもいいか、別に赤いボールペンじゃないし。ボールペン持ってこいとは書いてあったけど、別に青とか黒とかいろんな指定は多分なかった。これ持っていきたいと思います。かなんかいいやつがあったらまた購入するかもしれない。まさか青だとは思わなかった。あとはカンコレのなんか私これ使い切ったっけ、使い切ったか使い切ってないかを忘れたけど、こんなやつあった気がする。カンコレのマスカラダークブラウン、これ婚活でね使おうと思って、あの婚活の時って私あの茶色のアイライナーなので、マスカラも茶色じゃないと意味ないかなと思って、こういうねこういう感じのやつです。こういう感じ、まあ、こういう感じでね、今月の遠出購入品をご紹介しました。来月はこのね映ってるフィーのあの今日っていうか動画的に19日、今日金曜日に頭なんですけどがね、今回ちょっと少ないかなっていうレベルなので、で日曜日からこの新しいやつを使うんですけど、来月は これ買わないとなんないし、私は頭洗うたび、本当は週2とか週2でも多いのかなぐらいで使ってくださいって書いてあるんでね、それ私週3回使ってるから、来月は染めに、来月もし行くなら20日以降だから20日か21、22ぐらい、まあそんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。